最速で変わると思います。小川慎弘です。はい、今回の動画はですね、頬肉抹消、これやるだけで頬肉を消す方法をあなたにお伝えしていきます。今年に入ってですね、まあ小顔のお客さんも多いんですけど、皆さんおっしゃるのは、小顔もそうだけど頬肉取って顔を痩せたいわーっていう方ね、結構増えてきてるんですね。やっぱりその正月明けもあるし、まあなんか時期的にこうお顔の肉つきやすいのもあるかもですけど、こう最近ほんと増えたなと。で、僕自身もですね、お正月太りちょっとしてしまって、もう毎日いろいろやってるんですけども、で、いろいろね、動画でも上げてます、顔痩せのテクニック。とはいえ、こうホームケアをこうやってくれる方って、まあ結構ストイックな方とか美意識高い方、健康意識高い方も多いんですけども、とはいえそんなにね時間かかんないけども、それでもやっぱり時間がないとか面倒くさいとか忘れちゃうねとかね、まあ、そういった形で、まあ、言い訳を言われる方もいるんですね。もっと簡単にできたらいいのになっていつも言われるんですよ。まあ確かにもうね、本当に楽してスッキリさせたらいいなと思うし、いろいろやってるうちにですね、まあ、今回そのもっと簡単に、もっと早く、もっと最速で頬肉をね消せたらいいなっていうそのリクエストで、もう今回ね1個だけ用意しました。で、これは、まあ、やればね変化出るし、とはいえやっぱり続けてもらわなきゃいけないので、もうそれこそ空き時間何でも手で見ながらでもいいし、もう空いてる時にやってもらえばもうその場でスッキリするんで、あとはそれを積み重ねてやっていくことで、ね、いつもいい状態が癖づいてくるんで、まあ、お風呂入ってる時とかもう毎日こう何かしながらっていうことでもう癖づけてもらえたら、必ずね頬肉なくなっていくので、ぜひ、まあ、ね、今まで、やらなきゃいけないって分かってるけど続けれない人とかは、もう今回ね本当これ試してほしいなと。もう結構ね、最速で変わると思います。しかも効果もあるし、本当ね1個だけなんで、ぜひやってみてください。では早速やってみましょう。はい、今回のミッションは、ね、1つだけで、まあ、頬肉って、まあ、この厚みもそうですし、やっぱりこうたるみでこう下下がってくると、ほうれい線とかブルドッグ顔とかになってくるじゃないですか。で、やっぱりこう引き上げなきゃいけないんですけども、もう手っ取り早くですね、もう顔全体を緩めようと思ったら、もう耳を持ってね後ろ引っ張ります。こうするとシャキーンとフェイスラインができるんですね。なおかつこうぐるぐる回すことで顎関節も緩んでくるから、むくみとか血流なんかも良くなって顎周りスッキリするし、あとはですね顔全体の筋肉緩んでくるんで、ここを回しながら、なおかつ頬肉ですね、頬肉といったらこの口輪筋、口の周りからついている上唇虚筋と小胸骨筋、大胸骨筋って3つ筋肉ありますから、もうこれは同時にやっちゃいます。まあちょっと片側ずつなんで、まあ、そこはもう両方いっぺんにできないんですけども、耳を軽く後ろに引っ張る、でなおかつそこでぐるぐると回しながら顔全体の筋肉を緩めていく。そして唇をつむって、で3本の指で上唇虚筋、小胸骨筋、大胸骨筋っていう3つの筋肉を軽く押さえて回すと同時にこう動かしていきます。だから同時に動かさなきゃいけないので、ここはもうね、不器用な方は同時できないかもですけど、もうぜひねちょっと試してください。じゃあこれはもう最速ということで30秒ちょっと今回両方いきますので、まず今の状態ね、このほっぺの感じとか脂肪の厚みとか肉の厚みを確認しておいて、何やったらこの顎周り、あとは口の開け閉めなんか、この辺も一気にね緩むと思うので確認してから、じゃあやっていきましょう。では30秒いきますね。では用意スタート。はい、これで30秒ですね。さあどうですか、結構スッキリしたでしょ。じゃあ反対も同じくいきますね。片方で耳を引っ張りながら3本指で 3つの筋肉を動かしていきます。では用意スタート。
はい、終了です。さあこれで触って確認してみてください。まあ、当然すっきりしてるし、ちょっと厚みがね減って張り感が出たと思うんで、でこれをねやることでも結果出ます。でやっぱり続けなきゃダメなので、ちょっと厚みがある方、頬肉がちょっとボリュームが増えた方なんかはもう毎日ね、もう1分もう30秒が長いと思うんだったらもう15秒15秒でもいいし10秒10秒でもいいです。とにかくやり続けることが大事なんで、とにかく継続してね試してみてください。はい、では今回の動画ねおさらいしていきますね。今回ミッション1つですね。どうですか、簡単だったでしょ。これができないとか時間ないっていうのはもう言い訳ですからないので、もうこれはもうやってほしいなと思います。でやり方は、まあ、頬肉を、取るためにまずはたるみなんかも取らなきゃいけないし、このフェイスラインですね、この耳周りが硬くなる、まあ、顎関節、顎の噛み癖の食いしばりとかの歪みの影響でこの辺耳周り硬くなって、この辺筋肉硬くなることでもう全体の、ね、お顔の筋肉これ固まっちゃうんですね。なので耳を後ろに引っ張り上げることでフェイスラインを作って、なおかつここをぐるぐる回すことで顎関節そして全体の筋肉を緩めていきます。と同時にこのほっぺの筋肉ですね、口の周り口輪筋から頬骨に向かってついている上唇虚筋と小胸骨筋、大胸骨筋という3つの筋肉を押さえて口閉じた状態で回しながら上下に揺らしていきます。これをすることでもう簡単にね頬骨すっきりさせることができるので、もうこれぜひ試してほしいなと思います。動画見てしっかりやってますっていうすごく嬉しいコメントをたくさんいただくんですけども、まあ、本当に、ね、やってる方は変化出ると思います。で皆さんこう悪くなってから気になりだしてから何か行動に移す方いますけど、例えばねこう髪の毛のカットなんかもですね、まあ、2、3週間に1回行くようにするんですけども、まあ、ある程度伸びてくると、まあ、セットしにくいなとか、あこれ以上伸びるとちょっと見た目良くないなってことで行くんですけども、皆さんもこうそういう綺麗な状態にさらにまた綺麗にするっていう悪くなりすぎてから行くのって、まあ、そういう方もいるかもですけども、やっぱりいい状態って保ちたいですよね。ね、綺麗な状態を保って綺麗度が少し落ちた時にまたブラッシュアップをかける、でまた少し落ちてきたらブラッシュアップかけるっていう、悪くなりすぎたら変化も出にくいし、やっぱりいい時にこうルーティンとしてやり続けることが大事なので、こういったホームケアも本当に悪くなりすぎてバッカルファットが下がってきてもうブルドッグになってしまったら、もうちょっとねホームケアだけではなかなか結果出にくいと思うので、そうなる前にひどくなる前に今のうちにいい状態を保つためにこういうのはね本当ぜひね継続してやってほしいなと思います。ちょっとマスクを外してあ気になるなって時に1日何回でもやってもらうと、その都度こうスッキリしてこうスッキリ癖、顔痩せ効果がアップしますので、もう今年はね顔痩せちょっと頑張って顔ダイエットねしていきましょう。はい、そしたら今回のね動画見ていいなと思った方は高評価と、あとチャンネル登録、またコメントの方もねたくさんお願いします。ではまた次回の動画でねお会いしましょう。小川慎でした。